注目のライバル対決が始まります。このビッグマッチは見逃せません。この試合はエスタディオサンティアゴベルナベウからお送りします。サッカーファンの皆さん、こんばんは。今夜の舞台はエスタディオサンティアゴベルナベウ。スタジアム全体がサポーターの熱気に包まれています。この試合の実況は私西岡明彦、解説は福西崇史さんです。今日はどんなプレーが繰り広げられるんでしょうか。期待が高まるこの一戦、レアルマドリードがユベントスと対戦します。これもまた解説しがいのあるカードになりました。どんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしています。レアルマドリードはビッグイヤーの永久保持を認められた史上初のクラブです。20世紀最高のクラブの称号も獲得しています。21世紀も活躍は止まりません。国内でも国外でもレアルマドリードの名前を聞かないシーズンはありませんね。こちらがレアルマドリードのスターティングメンバーです。福西さん、短いパスでゲームをコントロールするのが得意なチームということですが、どのような感じでしょうか。そうですね、ショートパスを連続でつなげてボールを保持してきます。そこにオフザボールの動きでスペースを作り出すスタイルのチームですね。ユベントスのスターティングメンバーを見ていきましょう。攻撃的な 4-5-1 ですね。ボールダッシュが鍵になります。さあキックオフ、レアルマドリードがボールを動かします。チュアメニ、フェデリコ・バルベルデ、ビニシウス・ジュニオールがボールを持ってアタッキングサードへ。これはキーパーがいいセーブを見せました。ボールが中央へ向かう。通りませんでしたね。デュディガー、ビニシウス・ジュニオー、ドリブルでパス。選択肢は一つだけではありません。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。ここはよくスペースが見えていました。タックルで止めた。しかキーパーの素晴らしいセーブ。フラッグが上がってますね。いずれにしろこのプレーはオフサイドでした。エンバペが自らアタッキングサードへ運びます。相手がボールを奪い攻撃を止めました。メンディ、ビニシウス・ジュニオールに渡る。エンバペブロックしたものの、これはまだありそうだ。また止めた。体を張ります。守備側の選手に当たったのでコーナーキックになります。ここに来て明らかに試合の主導権を握っていますね。このコーナーでサポーターの声もひときわ大きくなりました。ロドリゴがボックス内に入れてきた。クリアしたボールが相手のチャンスになりそうです。
ロドリゴ、ベリンガムに渡る。ボールは相手チームに。ロカテッリ、いいボールを上げてきた。チャンスになりそうです。レアルマドリードがボールを失いました。コープマイネルス、マッケニー、ゴンザレス、ブロックで阻止されます。いい寄せです。チュアメニ、ここは下がってブロックを作ります。ルーカス・バスケス、パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢のしどころでしょうか。これはナイスカット、チームを救いました。ゴンザレス、ゴンザレス、トゥーン・コープマイネルス、ブラホビッチ、ディフェンスがうまく対応。キリアン・エンバペ、ロドリゴ、エンバペ、フェデリコ・バルベルデ、シュート、距離はありましたが強烈なシュートで狙ってきました。わずかにそれましたが惜しかったですね。この思い切りの良さはロングシュートに自信があるんでしょう。おっと、相手がカットします。これはキーパーのミスでしょう。フェデリコ・バルベルデ、レアル・マドリード先制ゴールの大チャンスを逃してしまいました。今のを決めきれなかったのは痛いですね。そうですね、このレベルの選手なら決めてほしいですよ。焦りましたかね。マッケニー、マッケニー、ロカテッリ、なかなかいいロブです。チャンスを作れるか。いいタイミングでカットしました。ビニシウス・ジュニオ、フェデリコ・バルベルデ、ビニシウス・ジュニオ、メンディ、オーレリアン・チュアメニ、いい形でゴール前まで持ってきました。もう少し低ければ入っていたでしょうね。しかし強烈なシュートでした。ゴンザレス、レアルマドリードがボールを持ってからもう10分以上経ちました。チーム全体が乗ってきてますね。効果的に攻められているので、このままなら勝ち越しゴールが生まれるのも時間の問題でしょう。エンバペ、しっかりとブロック。ロカテッリ、アタッキングサードに攻め込みます。何を選択してくるんでしょうか。ビニシウス・ジュニオ、フェルラン・メンディ、バルベルデ、ベリンガムに渡る。どうだ、これは決まらない。キーパーに阻止されました。ゴンザレス、
トゥーンコープマイネルス。アディショナルタイムが1分追加されました。ユベントスにフリーキックが与えられました。ファーポストにクロスが渡る。前半終了を告げるホイッスルがサンティアゴ・ベルナベウに鳴り響きます。後半のキックオフです。スコアは現在0対0。オープニングゴールを決めるのはどちらのチームでしょうか。ゴンザレス、エンバペ、ヴィニシウス・ジュニオールがサイドに展開。スペースがあります。エンバペ、バルベルデに渡る。さあ選択肢はいくつかあります。シュートは大きく横にそれています。エンバペが相手陣内に攻め入ります。打ちに行く、キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。ロドリゴの蹴ったボールが中央へ。ヘディングで狙ったものの枠に収めきれません。ちょっと浮かしすぎですね。バーの上を越えてしまいました。トゥーンコープマイネルス、ゴンザレス、タックルでプレーを切りました。スローインです。コープマイネルス、おっと、ここはキーパーが見事に対応。さあユベントスのコーナーキックです。現在同点、リードするチャンスです。ショートコーナーです。今のパスで完全に崩しました。タックルで危機を出しました。さあカウンターを仕掛けるか。ベリンガム、ルーカス・バスケス、ギリギリで追いつきましたね。ボールをキープしました。ここはじっくりとパスを回しています。一旦クリアしたものの相手の攻撃が続きそうです。いい寄せです。ロカテッリ、ロカテッリ、
ボールを失った。ゴンザレス、さあアタッキングサードまでボールを運びます。ここからどう相手を崩していくのか。見事なセーブ、ピンチを救います。勝ち越しかと思われましたが、ゴールネットを揺らせません。これはもったいないですね。ベリンガム、ロドリゴ、ベリンガムに渡る。マイナスのボール、1点リードにできるか。バルベルデ、危ない場面でしたが間一髪シュートを阻止しました。ユベントス、ボールをインターセプトされました。コープマイネルス、決まるか。枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。行かせません、タックルで止めました。サイドシュートをブロックしました。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。引いて守っていますね。さあボールを前に運びます。ここからどう得点に結びつけるでしょうか。ニアサイドを狙ったクロスです。前方に運びました。まだ距離はありますが思いっきりミドルを狙いました。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。コープマイネルス、すでにアディショナルタイムに入っていますが、ユベントスは勝ち越しを目指して最後の攻撃に出ています。押し込まれていたものの最後はキーパーが抑えました。フェルラン・メンディ、フェルラン・メンディ、ビニシウス・ジュニオール、ビニシウス・ジュニオールのドリブル、バルベルデ、ディフェンスが冷静に処理します。試合終了まであと5分しかありません。チュアメニ、ルーカス・バスケス、ロドリゴ・シューバ・デ・ゴエス、パスを回しながらリズムを作っているんでしょうか。このプレーに PK、 最後に試合が動きそうです。この時間帯ですから今のファールは痛いですね。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。読んでいたのか、 PK を止めました。残り時間もあとわずか。このコーナーで決められればレアルマドリーの勝利はかなりの確実性を持つことでしょう。中に入れた。キーパーが簡単に止めました。マッケニー、さあ残すところ1分となりました。レフェリーの笛が鳴りました。90分では決着つかず、両チーム同点で前半後半を終えています。
さて延長戦の前半がスタートしました。ロカテッリ、マケニー、ロブパスで裏を狙います。つながればチャンス。ベリンガム、フェルラン・メンディ、中で待つベリンガムへ、クリアして危機を出しました。マークを振り切った。サポーターもシュートを期待しています。どこから攻めてくるのか。シュートを阻止しました。これはナイスブロック。レアルマドリードのコーナーキック、勝ち越しチャンスです。ボールを近くの味方へ。ロドリゴ、ベリンガムが待っている。シュートチャンス。ここはブロックで守る。ロドリゴがボールを前に持ち込んでいく。いい攻撃を見せましたが、ここでボールを失います。サポートの選手がいます。ロカテッリ、マケニー、コープマイネルス、ディフェンダーをうまくかわした。しっかりとブロック。コーナーキックを蹴った。クートワが防いだもののプレーは続いています。ここに通してきたマッケニー、枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。延長の前半が終わりました。スコアは未だ同点のままです。延長戦の後半に入ります。コープマイネルス、マケニー、トゥーン、コープマイネルス、サポートを使えそうです。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。フェルラン・メンディー、かわした。さあどうする。モドリッチ、入れば1点リード。リードするチャンスを逃しました。完全に入ったかと思いました。ようやく試合が動くと思ったんですが、今日はゴールが入らないですね。ボールを保持できません。マケニー、残り時間あとわずか。ユベントスはこの攻撃を勝ち越しゴールにつなげられるのか。どうだ。しかしキーパーに止められました。フェルラン・メンディ、延長戦の残り時間は5分です。攻撃はここで止められます。
ペースを狙ったロブです。通ればチャンス。ベリンガム、ロドリゴ、ディフェンスが冷静に処理します。アディショナルタイムが提示されました。1分です。PK での決着となりました。サポーターの声援を背に最初のキッカーが PK へと臨みます。ゴール上隅、自信をうかがえるシュートでした。上隅でしたがよく決めました。ボールをセットしています。ゴール決まりました。低い位置であれだけ隅を突かれると止められません。シュートはまっすぐキーパーへ。 PK 失敗です。冷静に決めます。キッカーがボールを持ってペナルティースポットへ。落ち着いて決めました。落ち着いて決めました。まだ勝負を諦めるつもりはないでしょう。どうしても外せない場面です。プレッシャーにも動じず PK を決めました。勝敗を分ける PK となりました。もう見守るしかありません。しっかりと決めました。なんともスリリングな試合でした。そうですね、劇的な幕切れです。Yeah, but we...